皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは春休み中の勉強は。もうすぐ春休みがやってきます。この春休みにどんな勉強をしたらいいかということを今日はお話しします。春休み中は弱点の克服、これに力を入れるといいと思います。勉強はできないことをできるようにすることですよね。ですからできなかった問題、これを徹底的に復習してできる問題、これに変えましょう。ですから春休み中は新しい問題集、これには手をつけないでください。じゃあ何を使ったらいいか。定期試験の答案、これを使いましょう。定期試験の答案を見れば自分がどこが解けなかったかってすぐ分かりますよね。それを使って復習しましょう、ね、できなかった問題、これをもう一度解いてみましょう。で、解いてみたけれど解き方はもう忘れちゃって分からない、そういう時には学校や塾の先生または友達に解き方を聞いて、ちゃんと自分でその解き方を説明できるようにしてください、ね、そうすることで解き方説明できるってことは身につくってことですよね。解き方が身につくと、新学期が始まる前に弱点を克服して問題を解けるようにしておく、これが私がおすすめの春休み中の勉強です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。